そうですね、またこう今回まあミックスルーツってことでまたキックの試合とも NMA の試合とも違いますし、まあ、そういう部分では違った感情はあります、うん、今回ミックスルーツって、はい、あの1ラウンド目がキック、はい、で那須川選手、今の段階だとどういうプランを考えてるんですか、試合で、まあ、僕はまあ1ラウンド目から、1ラウンド目からもう倒しに行くつもりですね、まあ、1ラウンド5分もいらないから相手が左の選手、もともとキックの選手で NMA っていう推奨を誘ってる選手なんですが、はい、やりづらさとかっていうのはありますか、うん、まあ、そうですね、まあ、昔とかがすごいお世話になってたとかっていうのは試合となってはもう関係ないんで、まあ、明日は敵としてしっかりロックアウトしてます。練習っていうのは今回はいつも通り、そうですね、キックと総合と、まあ、こう総合の部分も結構精神的にやって、まあ、両方いい感じにできるかなという感じです。今回髪って何か変えられてますか。髪はこれちょっと花火を入れちゃう。ああ、なるほど。どうですかね、こんな色入ってます。そうですね、いろんな色を入れて、そうですね、あんま遠いと目立たないかなっていうのは、ちょっと薄い感じ。そうですね、まあ、近くで見たら、テレビで見たら見えるかなっていう。なぜ花火？夏なんで。海移動かみたいな感じにしたんですけど、海じゃちょっと無理だなと思って今回花火です。ありがとうございます。あの昔その木田山選手に柱になったと先ほど言われてましたけれど、はい、例えばどういう形で、はい、まあ、そうですね、僕のやってるチームにこう先生として何回か来てくれたりとか、あとはもう会場で会えば毎回声かけてくれたりとかっていうのは結構あります。何か指導してもらったりすることは、まあ、そうですね、空手時代の頃から結構ミキサー選手と中学入ってキック習った時にちょっと教えてもらったりとか、もう今回その先、まあ、いわば先生みたいな人と戦うわけですけども、はいはい、そういう特別な気持ちはなしに。特別な、そうですね、特別な、ないです。西野選手は MMA では絶対な自信を何回も言ってるんですけど、はい、那須川選手的には自分のその MMA の力を西野選手に見誤って、ちょっとこう、少し過小評価してるんじゃないかっていうふうに思うところもありますか。そうですね、まあ、こうまだこうグラウンドの展開、寝技の展開がこうあまりないっていうだけで、うん、今、木田山選手ぐらいの感じで来てる。そうだ、練習でもその手応えを感じてる。手応えはそうですね、相当あります、ね。うん、自分で、うん、まず戦ってもこう形になってきたというか、もう本当に MMA に慣れてきたらいい意味になってきた。それをまああとは実践でやれればと思います。金山選手も、まあ、今まで一回も決めてないなんで、決め技は多少はあるのかなと思うんですけど、こう今自分が練習しているニッパレスの選手に比べれば全然問題ないのかなと思います。MMA の技でこう、はい、ポイントで決められるとか、そういう自信を持っている技とかそういうのがありますか。そうですね、何個かあるんですけど、ちょっとそれは秘密で言おうかな。結構多分西野選手は打撃で来ると思っていて、それをまずいきなり見技で来られると反応も遅くなると思って、まあこういろんなことを見せてみたいなと思ってます。
1ラウンドで決めてしまうと、はい、そういう努力が、そういう言い方はですけど、無駄になってしまいますけど、はい、その葛藤みたいなのないですか？いや、僕はないですよ。もう本当に、次の試合は決まってるんで、はい、もう本当に、早ければ早いほどいいなって思います。やっぱこう、そういう、なんか、邪念というか、そういうのを持ってしまうと、やっぱいい試合はできないんで、もう決めれる時に決めないと、そのチャンスがまた来ないと思うんで、倒せるといいかなと思います。はい。簡単にしたいことに、パンチでね、手間を持って用意してもらうと思うんですけど、今回も用意してもらう。そうですね、今回は、まあ、パンチ、蹴りも、パンチでもちょっと変わったパンチを、最近、まあ、昔はずっと練習はやってるんですけど、まあ、なかなか決まんなかったんですけど、それも最近コツをつかないんですよ。そのパンチは、まあ、うまく捕まればいい。よろしくお動かすと、最後の選手が驚くようになっちゃって、まあ、見せたことがないような。そうですね。見たことあるとは思うんですけど、多分やってる人は少ないですよね。なかなか避けにくい感じだと思うので。で、まあ、当たれば全然変わるとか。最後選手の弱点は、まあ、結構いっぱいあるので、そこをしっかりついてくれる気がします。大丈夫ですか？大丈夫ですか？最後に写真撮影に行きたいと思います。立っていただいて、はい。